皆さん、レック専任講師の弁理士宮口です。どうも。ただいまからですね、一発合格者をインタビューしてもらいます。まずですね、一つ目の質問、レックを選んだ理由を教えてください。はい、合格実績です。高い合格実績です。一発合格の合格実績です。合格実績と職場から近かったからです。はい、圧倒的な合格実績です。みんなありがとう。じゃあ次2つ目の質問いくよ。宮口クラスを選んだ理由を教えてください。体験講座を受講して宮口先生の声が一番聞き取りやすくて頭に入ってきたからです。先生の中でも特に合格実績が高くて、あと眠くならない授業だなって思って決めました。宮口先生の声が好きで、あと面白かったからです。まあ、まずちょっと合格実績が非常にいいっていうことと、まあ、直々にあのスカウトされた、あのなんか近いからね、資料を教えてもらったりしたんで、はい、ね、それで、まあ、身近な存在だったと。声がすごい良かったので宮口先生に決めました。3つ目の質問いきます。宮口先生、まあ私なんだけど、のどこが良かったですか、講義で。高級車に詳しくなりました。つまずきやすいポイントを宮口先生分かってるんで、そこを分かりやすくフォローしてくれるところですね。つまずきやすいポイントを指摘したと、はい、ちゃんとね、はい、要点をゴロテクでまとめてくれたことです。ゴロ合わせのプロやからね、もう忘れようと思っても忘れられないぐらいそのゴロが染みつくので、やっぱり大事なところに焦点を当てて授業をしてくださるので、すごい分かりやすかったです。4番目の質問だけどね、まあ、私の授業でなんか思い出になるシーンとありますか。はい、論文本試験で、あの優先権の、国内、それが的中したところです。授業で当てられて、あの74条を答えたんですけども、それが試験に出たっていう。74条が当たったと試験で。担当アドバンステキストを半分に割ったシーンです。テキストは分厚すぎてね、割ってましたよね俺。あれのおかげで今年から2分冊になりました。いや、もう僕もまさに前で、担当のテキストを、テキストを、あれね、あの僕もこれです。やっぱこれ。じゃあ最後行こう。これから弁理士を目指したり、なんかしようと、はい、適度に息抜きしつつ頑張ってください。勉強はなかなか大変ですけど、まあ、宮口先生のクラスだったら大丈夫だと思います。そう、はい、継続は力なりなので、毎日勉強してください、はい、宮口先生と安西先生を信じて、ストイックに頑張り続ければ絶対。宮口先生、安西先生ね、はい、あのさだまさしに似た感じのね。頑張ってください。やっぱり頑張るのも大事ですけど、少しは休んで体調に気をつけながら頑張ってください。いや、本当に今年は一発合格、ね、大勢出て本当におめでとうございます。この気持ちを忘れずにね、実務でも頑張ってほしいね、これからね。はい、以上です。宮口クラスの一発合格でした。では私のクラス、ノートミークラスから、見事一発合格された皆さんにこれからお話を聞きたいと思います。ではまず一つ目なんですが、レックを選んだ理由を教えてください。通信で私は受講していたんですけれども、いろんな予備校の体験受講やあの資料というのを見る中で、レックの特にノートミ先生の動画の講義というのが一番分かりやすくて、ここなら頑張れそうだなというふうに思いましたので、レック、特にノートミ先生のクラスを選びました。レックを選んだ理由は合格実績です。自分の会社の先輩がノートミ先生のクラスを受講されていて、すごくいい先生でいろんなことを教えてくれるということを伺いましたので、レックの野鳥先生のクラスを受講させていただきました。レックを選んだ理由は、各種あの資料をちょっと請求して確認したんですけど、あの他のところよりも合格実績とかが一番高かったのでレックを選びました。2つ目の質問なんですけど、私のクラスを、選んだ決め手って何かありましたか。まあ、動画とかを見て一番分かりやすそうに授業される方だなと思ったのと、女性が多いクラスだというふうに伺ったので、そういう点でも安心があるかなと思いました。では、3つ目の質問なんですけれども、私のその講義の中で良かった点があったら教えてください。ノートミ先生は毎週こういうところを勉強するリストというか、そういうのを作成してくださるので、何を勉強すればいいのかっていうのが、まあ、すぐ分かるので、そういう点ですごく安心感があってよかったです。はい、ノートミ先生はあの明快な声で分かりやすく講義をしてくださるので、すごく頭に残るところがとても助かりました。
納富先生の講義はとても聞きやすくて良かったっていうことと、あとは N プロジェクトシートとスケジュール表っていう副教材を提供していただけたのがすごく私にとっては良かったです。その2つの副教材を通してどんな時期にどんな勉強をすればいいのかっていうのを迷うことなく勉強することができたので私は非常に良かったです。では次に約9ヶ月くらいの講義だったと思うんですけど、その中で何か思い出に残ってるシーンがあったら教えてください。納富先生の声がすごく聞きやすい声だったので繰り返し講義を聞いてもすごく苦じゃないというか、そういう点ですごい印象が残ってます。去年の8月の後半ぐらいだったかと思うんですけども、授業の最後に先生がみんな時間もお金もかけて来てくれていて本気で来てくれてるんだから、その先生の方も本気で授業をしているんだっていう話を聞いてものすごくモチベーションが高まったっていうことが思い出に残っています。はい、私は担当のゼミが思い出に残っております。自分が答えた内容についてさらに追加の質問が出されて、でそれでとても緊張感がある内容だったので、その分知識の定着もよく、はい、印象に残っております。では最後の質問なんですけれども、これから弁理士を目指して頑張る人たちに一言ずつメッセージをお願いします。最後まで諦めなければ、必ず合格できると思いますので、皆さん頑張ってください。レックのカリキュラムを信じて先生の言うことを信じて勉強していけば合格できるはずですので、皆さん頑張ってください。先生方とご自分を信じてまっすぐ進めばきっと大丈夫だと思います。応援しております。ありがとうございます。今日は貴重なお話をありがとうございました。そしておめでとうございます。以上です。